すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいだ。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいなら狼よ。
Yeah.